同僚の皆さんこんばんは、ショーです。ということでお久しぶりです開いちゃったね結構、はい、ということで、本日はこちらの方の動画いきましょうか。はい、こちらです。まあ限定アイドルですね、ドキドキ味わうバレンタイムガシャ来ました。はい、ということで、今回は、美穂と、ゆずと、そしてなんと、S レア限定は、僕の担当である渋谷凛がね、来ておりますということでございます。実質担当会社でございます。はい、今回。びっくりしました。ね、先月、ハッピーニューイヤーで、イエーでね、まあ、来たんですよね。SR の報酬で、会で報酬来たんですけれども、まあ、ガシャの方でも来ましたよと。まだね、ニュージェネの3人はガシャから SR 来てないので、まあ、ここで限定出しとけみたいな感じで。で、このイラストなんですけど、ごめんなさい、先に SR の話します。僕が今回担当なんで。はい。こちらのカードなんですけど、もともとモバマスの方にあった、バレンタインのカードで、そちらがこっちに、まあ、多分 SR のカードってほとんど多分、おそらく、そうだよね。ごめんなさい、僕全アイドルのカードを把握してるわけではないので、ただ僕が知ってる限りは全部、ほとんど SR のカードっていうのはモバから来てると思います。はい。まあ、少なくともこのリンはモバのカードです。はい。かわいい。いいよね。はい。特訓後もかわいいんですよ。このプチデレラがね、本当にかわいいんですよ。はい。ということで。はい、今回の、ごめんなさい、限定ガシャ、SSR の方ですね。コーヒーと、で、コーヒーの奥にいるのはアイコですよ、皆さん。はい。僕のもう一人の担当、アイドルの、アイコです。高森アイコちゃんですね。はい。で、コーヒー今回、7個プリンセスで、来ました。全アピール値 50% アップする、結構、要はセンターですごく強いアイドルでございますと。はい。で、特化がダンスですね。コーヒーもともとビジュアルとバランス型だったんですけど、ビジュアルが、ビジュアルじゃない、ボーカルが、工場のいつも出るコーヒーと、バランス型が、前の、2年前の3月の限定、楓さんと一緒に来た限定の、がバランス型なんですけれども、今回特化でダンスが来ました。ビジュアルで、どっちかですけどね、来るとしたらみたいな感じで。だから4周目は多分ビジュアルで来るんじゃないかな、コーヒーは。はい。で、ゆずちゃんが、来ましたと。ゆずちゃんは、ライフスパークルだっけな、確か名前が。持ってないんで、前の彼女が持ってないんで分かんないですけど、ちゃんと合ってるかどうか分かんないですけど、確かライフスパークル。ライフが高ければ高いほど、コンボボーナス上がるよっていうやつですね。これが、まあ、正直、てか、彼女の、なんだろう、解説するっつってやってねえな、そういえば。はい、まあ、ということで、まあ、僕は今回、リンが出れば OK だと思ってます。っていうか、そんなに僕、正直ね、ちょっと1月に、ちょっといろいろ高い買い物をいっぱいしてしまって、あんまガチャ引けないんですよ、正直。だから、この、今持ってる持ち分のジュエルで、正直、リンが引けないと、かなり辛いな。正直、2枚取りしたいんですけど、1枚出るかもどうか怪しいぐらい、40連か。40連なんで、引きたい。いや、正直、もうこれがね、今の僕の限界なんですよ。いや、いつももっと引いてるやんって思うんですけど、いや、今月っていうかもう1月ね、やばい。本当に。モンハンとか拾われてやばかったんですよ。まあ、てか話は置いといて、とりあえず、引いていきます。いや、ほんと頼むよ。マジで。いきます。40連。いや、頼む。リン来てくれ。頼む。俺はリンが来てくれれば、OK、今回は。お願いします！SR は2枚。もう SR でドキドキすることなんてさ、僕初めてですよ、本当に。アイコの時は、なんだっけ、ここ最近で言うとアイコの SR が、ハロウィンの時来てくれて、その時は、すんなり10連目で出てくれたんで、そこまでドキドキはしなかったんですけど、いきます。ね、次かな。もう SSR ばりにね、緊張してますよ、僕は今。いきます。頼む。おすにゃん。こっち限定じゃない、工場か、工場の方ね。限定のおすにゃんは、もう出ないんだ。さあ、ロードは入ったから、リンだと思いたい。リン、来てくれ。
あ、こ、あ。はい。あれ？ニューじゃない？思ってた。はい。10連ですね。あ、で、もともと10連引いてるのは、ツイッターで最初にちょっと我慢できなくて10連引きました。いきます。20連目。いや、ほんと頼むよ。マジで。ほんとに頼む。いきます。いや、リン、頼む。うちの事務所に来てください。バレンタイン、ください、僕に。いきます！SR が最後にありますね。はい。1枚最低保証なんですけど、もう僕の今のと僕にとってはもう最低保証でも全然いいんですよ。むしろ今 SR のリンが欲しいから。この次ですね。頼むよ。頼む。ほんと頼む。マジで。あ、美咲さんですね。はい。あれ、これ前追加された美咲さんじゃなかったっけな。あれ、ニュー。あ、持ってなかった。ビターバレンタイン。あ、違う。しかもバレンタインってことは多分今回の、リンじゃない方のね、追加 SR の方っすね。はい。リン、頼む。久々に稲引きします。よろしくお願いします。いやー、渋谷に限定 SR 僕にスカウトさせてください。いきます。お願いしますでございますよ。頼むよ。ロードなかったっすね。いやでも SR、どうなんだろう。ロードなかったらないか。絶対ないか。はい、美咲さん2枚目。3枚目。いや、もうラストじゃん、マジで。マジか。いきます。ラスト10連。いやー、頼むよ、ほんと。いや、こんなにさ、いや、ほんとに10連10連が重いわ。いつもより、ほんとに。もうね、ポン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 弾けないんですよ。もう、僕は、2018年と僕はそんなにポン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 弾けないんですよ。正直。多分ね、わかんないけど。まあ、今回に関してはそうなんですよ。天井なんてね、無理無理、ほんとに。いやー、頼む、ほんとに。これラスト、ほんとに。いきます。ぜひ、僕に、渋谷リン SR、ぜひ、スカウトさせてください。お願いしますでございますよ、頼む。いや、ロードなかったからなー。ロードなかったんだよな。いや、待って、マジで辛いんだけど。めっちゃ来るな。しほちゃんね。かわいいけど。はい、バレンタイン関係のピックアップされてない SR がどんどん来ますね。はい。銀引けなかったっすね。で、ちょっとね、もうちょい課金していこうかなと思ったんですけど、まぁ、ちょっともうちょい考えてから、これからさらに引くかとかは、ちょっと考えたいですね。本当にね、かなりきついんですよ。はい、という感じで、いやー、ちょっと担当引けなかったんですけど、今回の動画の中では本当に、ちょっとね、リンの SR は本当に限定 SR なんで、ちょっと欲しいですね。はい、ということで、以上が、今回のドキドキ味わう、バレンタインタイムガシャでございました。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。